いや、それで監督といえばドラフト会議、監督といえばでもないですけどね。監督しか出れないだろ。いや、そうですね、来ましたね。真中さんといえばっていう。そうですね、大間違いちょっと若干時の人になりましたね。見てましたね、大爆笑で。あのさ、やっぱり緊張感あるドラフト会議行った時。あそこはちょっと現場にいないと分かんない空気で。いや、それだから聞きたい。うん、あのね、ちょっと独特な空気あります。どこの空気なの？試合前もちょっと若干緊張感あるじゃないですか。いや、やっぱあれよりさらにこう緊張感あります。なんか開幕を迎える寸前みたいな感じ。そうです、それぐらい緊張感あります。あの、まずテレビでカメラがずっと回ってるじゃないですか、はい、で、その12球団のフロントから、まあ、GM からみんなが集まってる中、はい、まあまあ来年のね、戦力の抽選をするじゃないですか。で、そのさ、はい、抽選をする前にさ、駆け引きとかそういうのを聞いてんの？会議をしてるの？一応あります。まあ例えば、いや、この選手欲しいけど、はい、これ競合するからこっち行っとこうよって。もちろんそれはそれ何人ぐらいで揃えるの？そしてうちのヤクルトの、ね、システムはちょっと教えられないですけど。いやいや、何人ぐらいだったらいい？いやいや、ピックアップはね、50人から70人で入ってます。入るよね、はい、当然。で、その中のリストアップした中から、まあ、例えばドラフト1、駆け引きがあるわけじゃない、はい、まあもう8球団来ても、もうとにかく9時にかけようって言うと、も当然あるよね、はいはい、あとはチーム授業があります。例えば、去年ですソフトバンクとか広島カープみたいにこうある程度勢力が整ってるなと思ってるチームは競合しても締めいけるんですよ。そうね。でも下位球団は確実にいい選手一人と見たいから。でもヤクルトは大体そうじゃん。そうです。下位球団はちょっと外して、一本釣りできるような選手をなるべく狙おうってはずになりますから、勝負かけて、もしもってことがあるから。それ一本釣りする選手は会場入る前に当然決まってるわけだよね。一応その前に2、3日ぐらい会議、ずっと会議続くんですよ。まあまあ、監督自体が入る会議は1回か2回なんですけど、スカウトはもちろん毎日会議をしてて、で、まあまあ最終すり合わせで1日ぐらい前に、例えば監督とか入って、じゃあ最終的にこれでいきましょうかって話をしながら、分かりました、それでいこう、ドラフト1はそれでいこうっていう話で。それは一人に絞っとく。ドラフト1、それともさ、会場入ってさ、ちょっと雰囲気がこっち来そうだぞって。チーム、もちろんチームいると思います。でもヤクルトの場合は、ヤクルトの場合はあんま喋れちょっとあれですけど。いや大丈夫だよ。でもドラフト1位ぐらいはさすがに決めてますね。あとも2巡目以降は長年そう。例えば2人を決めてるとか。もう1人に絞ってる。いや大体1人1本に絞ってます。あ、1本に絞ってます。はい、チームはそこはこれでいこうっていう。あ、なるほどね。決めてますね。で、高山現阪神だいぶ戻りましたね。あれ、その時じゃなかった？2015年ですね。高山でしょ？大間違いした時。あの時も金本さんが、言ってましたね。まあ、まあまあ、ご利用して、取っちゃってよかった。いや、高山もその方が幸せだったかも。高山もね、まあまあ、もちろんどうだろう、わかんない。違う違う違う、甲子園は左バッターきついから。そうだね、神宮なら10本で。そうそう、で、またその大学で慣れ親しんだね。そうなんですね。その時にやっぱ高山で1本で行くっていうのは決めてたの？最終的にも高山で1本です。でも競合するっていうのは分かってた。あの年はね、まあ、具体的に話しますと高山は他に誰も行かないっていう状況だったんです。ああ、じゃあ1本釣りできると思った。高山だったら高山してるんですけど、高山は1本で行けるっていう確信を持って、で、もう高山に行こうっていう。で、これはもう取れるか。行ったら3球団来たんですか？いや、2球団ですよ、金本さんと。2-1なの？2-1です。で、壇上上がりました。じゃあ、そもそもちょっと遡っていいですか？あの日は、まあ、ドラフトの当日って僕の店とはちょっと気になるじゃないですか。気にすぎる。俺はこの日、お前運がいいんじゃないの？いや、運もいいですけど、やっぱり人間ですから、なんかいろいろ頼りになるものと探したじゃないですか。神頼み。そもそもこの日は俺はどうなんだろう。もう運勢最高。そうそう。もうこういろんなの見ても、なんかいろんなこう知り合いしても、こうなんか、まあ僕もちょっといろいろあるんですけど、それをやりながら、もうこの日は間違いなく真中は最高の日だった。で、朝午前中からもう神宮のあのね、外苑のそこ行って参拝行って、はい、でもう引けますようにと、一人引けますようにと、でもういろいろこうやって、でもう最高ですよ。で、やっぱメンタル大事だと思ってる。自分が弾けると思わなかったら、自分なんか弾けないだろう。ね、まず自分で弾くっていう強い気持ちを持って。いや、もうその弾く前に、もう9時になったら
監督が行けって言われたの。もちろんそうです。なるほど。で、その強い気持ちを持ってまずドラフトに臨むわけです。いろんな段取りをしてね、もう状況最高の状況で行きました。で、行く間際にスカウトから、いや監督、今日はもう高山はおそらくポンズで行けそうな感じの雰囲気ありますって言ってるから、もうそもそも抽選もないんじゃないの、もう俺の運勢強いからもう抽選もないと、俺の運勢にかなうやつがいないだろうっていう状況でくじ引き行ったわけ。あ、え、阪神も行ったのみたいな。まあまあ俺今日すげえ運勢持ってるのに金本さんもかわいそうだなというぐらい積もってくじ引き行ったわけですよ。もうこいつもし一歩も引かないぞみたいな、一歩も引かないぞみたいな。もうそのつもりがなかったらくじなんか引けるわけないですよ。そうですよね。そんな弱い気持ちで引けますって。いやいや、それは引けませんよね。だからそのつもりでも言った。あ、金本さん、いや気持ちいいな、俺すげえ運勢持ってるのに今日金山修理しちゃってかわいそうになと思いながら行きます。で、抽選します。で、チラッとNPB のマーク見えます。もう僕引くと思ってます。いや、そもそも、どっち側に引いたの？最初に引いたの？僕は最初ですね。どっち引いたの？上下？その辺も覚えてないですね。あ、金本さんが引きました。金本さんが引いて、プチュクチュって混ぜて、引いてプチュクチュって混ぜて、2枚しか入ってない。なんか混ぜたんですね。ま、引いて、戻して引いたんですよ。おお、やめたんだ。やめたんですよ。でも、あ、そういうことかと、敵俺の運勢は勝てないんだろうふうに思って、引いてるからもう確実じゃないですか。もう当たり前ですよ。もう、まあ、開けるまでもないなというぐらいつもりで引いて、で、パッと開けて、チラッと見たら NPB が、本当だったら、ここに NPB のマーク、ここに交渉権獲得みたいなマークがあって、確定なんだけど、俺はこっちから見てるわけ。こっち隠してたわけ。でもこれ見た瞬間に、やったね。よし。もう運勢がもう、もういいの分かってるから、ね。だってもう引くまでもないんですもん。もう今日の運勢。もう当たるしかないんだ。もうそれしかない。そんなつもりじゃなかったら、クイズは引けないわよ。自分を先導してっていうわけだ。そう、もう今日は弾けると思って、パッて 見えたのが、もうパッて色が見えたから、はい、来たかったと、よっしゃーって言ってました。来たやっぱり今日は俺だろうと。そしたらちょっと戻ってきたら、NPB のスタッフが進めてたんですよ。で、マラカさんの監督のマラカさんの口、これです。あ、これ、あ、これです。あ、そうです。あ、わかりました。ちょっといなくなった。え、なんだ今の。ちょっと待って。そしたらなんか CM 入ったんだけど、なんか会場がざわ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 してきて、で、また来て、で、まだ監督が外れのくじみたいな感じで、阪神のくじ、あれが当たってます。あ、え、そうなのって言われた時に、あ、そういえばこっち白紙だったな。そもそもここに席のここに書いてあるわけよ、こうやって当たりくじ、外れくじの別に、それすら、こう見てない。もう当たるようになったもんね。周り見えてないじゃないですか。それすら見えてない。あの日はね、TBS の中継だったんですけど、5時から6時のドラフト1位を中継する枠に入れ出していけなかったって、はい、で、その TBS のね、そのスポーツ部の人もちょっとすごい仲いい人がその番組を仕切ってたから、高山外したこともすごく悔しかったんですけど、この番組潰せなかったんですよ。6時から6時までに12球団のドラフト1位の選手を放送したかったら、その番組見ないじゃないですか。例えば、ここは数字は取ったと思う。6チームまでドラフト1位分かりました、あとの4チームは次のニュースでなってたら、もう最悪の番組になるわけじゃないですか。いやでも歴史のことだね。いや本当そうっすよね。で、まずもうその高山外したことはもちろんちょっと恥ずかしかったし、それももちろん一つなんですけど、この番組、番組まで考えた、考えました。まずいなと思います。で、まあまあギリギリまで行ったんで、でもね、最終的に間に合わなかったんで、そのプロデューサーというか、そのトップの人がニュース番組だから、差し替えというか、延長しで、普通6時前に切らなきゃいけなかったら6時10分か5分まで放送したんですよ。で、まあまあ12球団の枠が収まって、なんとかドラフト1は全国に中継できたんだけど、まあ、俺からするとさ、もう番組を押してるしと思ったら、翌日その人会ったんで、すいません、この間の番組が僕のせいであんなになっちゃって、大丈夫でしたかって。いや、あの判断がものすごい良かったですね。評価されたんだって話して、延長したのね。そうそう、視聴率も取れたし、そのニュース番組をその5分切ってね、その中継するなんて、ね、生中継言ったんですよ、僕。あるけど、そんなことはなかなか大変な話で、ありえない話なんだけど、それをやったことによってそう反響がすごい良くて、で、最後までできたって言うんで、いや、まあ、監督のおかげで良かったってなって、ちょっとなんかこう、おかげじゃないけど、
まあまあ、なんかそれはさ収まれが一番良かった、ね、だからまあ失敗してもいいこともあると思ってポジティブポジティブですね。